はい、えー、それではですね <laughs> 前半終わりまして後半となりました、はい、えと後半はまた、えー、出演者ががらりと変わりまして、はいえー、じゃあまた紹介の方ですねちょっと自己紹介をじゃあ、はい、改めて私じゃなですかえ<っ>はい、えー、いきます、はいえー、今回アーバンクロ監督主演を務めました橋本一郎です改めましてよろしくお願いします はい、えー、アーバンクローで出演と技藤といったアクション監修を務めました天野理瀬と申します。よろしくお願いしますはい、改めて、えー、企画プロデュースそして出演をしました、えー、土屋つこさです。よろしくお願いします <laughs> はい、ありがとうございます土プロの土屋さん <laughs> <laughs> 橋本組の橋本さん <laughs> <laughs> 今,今着替えたばっかで <laughs>、えー、それではですね、あのーまあ、ちょっとアーバンクロウの内容について少し、えー、お話ができればと思っておりますこちらのアーバンクロウですね映画、えー、始まりますがまたあの最上映ということで、えー、始まりますで、まあ、テーマとしまして、えーまあまあ、ここに書かれている、えー、コピーですねとある強盗殺人事件を通して 追い詰められた人間の心の闇と現代社会をあぶり出すクライムサスペンスそれを完全にカメラに向けるでもなく <laughs> ご自身で思われるという,もう声だけで,ですけまずちょっとこの映画の、えー、まあそうですねあまあ上演を初演しているんで、えー、観客方々の,その受け止め評判というところで含めた まあ何かお話が、まあ、していてもらえればと思うんですけど、うん、どうでしょうえと本当にその、まあ、いっぱいのお客さん来ていただいて評判もよくなんですけどもやっぱそのもともとの兼下さんの戯曲自体の持っている、はい、あの骨子があるので、はい、やっぱそれのやっぱ見どころっていうのはちゃんと抽出して。 いるのでやっぱそこでお客さん結構集中してやって見てもらってるなっていうのは非常に感想としてもいただくので,、はいはい、でいろいろ、まあ、キャストについての話とかも僕は聞きますけども、ね、みんなかわいいねみたいなそういう世界の話も聞きますけどもそういう話を求めてるわけではないですよね <laughs> 作品としての、うんあえー、僕の方からは今以上です。<laughs> <laughs> さんどうううででしょうか、はい、そうですね私もかなりあのたくさんの知り合いの方に見ていただいてあの、まあ、やっぱり掲も物というか、はい、あの一つの事件を追っていっているっていう時系列の中で見てくださってる方が一緒には犯人はだ、まあ、誰なんだろうとかそういうその事件を一緒にこう。 解決するために考えながら見てくださってる人とか、うん、まあちょっとネタバレはあんまりですもんねなのでまあ,ある程度はもう結構今映像でそうですよねあれだったらカットしてくださいその結構私の知り合いは「えっ天野犯人?」って本当に<ー>、うん、はい何かあっも,、はい、もしかして犯人だったんだって <laughs> <laughs> いう。うん 感想とかすごいいただいてあ、ねうん、いそうそっから、はい、ちょっとギミック演出としてはそのギミックとしてもともと持ってる台本の流れって、うん、実はその犯人探しっていうのはそこまで大きな、うん、あの目的じゃなくてだけど絵として持たせるためにどう考えたらいいかっていうのでうん、うん、いろいろちょっとその絵的に なんか印象を残るようにしてみたりとか,なんかそういうのをちょっと作為的にやったりしたんで、うん、なんかそういう意見聞くと嬉しいですね、うん、なんかねそう私もそこまでその犯人は誰だみたいな感じでは進んでないじゃないですか、うん、その脚本的には、うん、だからそういう見方をされるっていうこと自体が新鮮で何、うん、かそうかなんかでも確かにあれを。 初めて見た人はそういうふうになんかこう印象的なシーンとかこう頭に残ってるところがあの顔だったりとかなかそういうのがすごく新鮮でうんそれも面白いなと思いました、うん。よくねその我々制作側よりもお客さんの方がはるかに頭がいいっていう言葉を多分よく聞くと思うんです要は先読みをさ,される。そこに追いつかれちゃダメだみたいなのをよく はみにすると思うんですけど、本当。うん、あの、それを身をもって体験する感じはね、ありましたね。全員、悪の強い役者さんばかりなので。かなんか、ね、二時間ドラマで出てき、スポットで出てきたら、絶対この人犯人だなみたいな人がいっぱい出てます。全員犯人みたいなね。わ<の> <laughs> <laughs> かりますよね、あれね。うん、でも、まあ、犯人探しとか、そういう、まあ、作品ではない。うん そこが主眼ではで,、ね、主眼ではないねそ,のそこにおける人間の相関ドラマといいますかうん、うん、そういうのがまあベースになってるんですけども、うん、でもやっぱねそういう掲示物だよっていう提示はちゃんとしないといけないなとはこっちとして思ったんでそう,、ね、そういう見方ができるように撮り方を工夫したりとかそういうのをどうもねちょっと見てもらいたいなっていうのは思ってます。うん、はい なんかまあ、今回、まあ、僕、まあ、企画プロですけどまか、あまあ、原作戯曲はもう持ってきたんだけども、まあ、あの <coughs> は変な意味ではなくあの本当に登場人物のみんなが結構救われない <laughs> 状況にあるあ,の、まあ、ある意味こう不条理理不尽な状況に置かれた、まあ、特にイチローを演じる赤井刑事と、まあ、さきちゃんだけどね演じるみお、まあ、なんだけども。 重い、<laughs> 重いヘビー、いや暗い重い、あそう,そうですね。作品が、えー、うんあのまあいろいろ俺も観客の方々からはあのー、いや重かったねとか思うんだけども <laughs> 重いってまあ暗いとか含めて、うん、そんなに悪いことかなっていう。ああいやそこはなんでしょうそのまあ編集時点でもだいぶあの話し合ったりとかした部分でもあると思うんですけどな、うん何だろう。 こういうそのローバジェットと言っていいのかな、うん、ローバジェットの映画は軽妙でなければならないってことはなくて、うん、で我々だってお芝居で持たすことができるんじゃないかっていう挑戦でもあるしだからやっぱ重たいのは結構そのあんまりカット割り軽妙じゃないんですよね、うん、<laughs> ポン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 いく感じの<は>まあところもありますけどはい、はい、でもそこでこうじーっと目線だったりそういうのをちょっとに結構最初バンバン 一応最初そっちだったよねあったんですけどやっぱそこはある程度そのじっくりその人の表情だったり真逆だったりを見せる方に方針転換するっていう流れになったんででもそこの重さって多分まあ僕のお客さん来てくれたお客さんに聞く限りでは。 割とうまく機能してるかなという気はしてその要はそれだから飽きたとかそういう話にはなっていないっていうのはやっぱその皆さんやってくれた俳優部の技術だしえカメラマンとかその全てのスタッフのなんか結集したものかなとは思ってます編集の時に自分の芝居をずっと流すのは結構きつかったですけどあ今セリフ忘れたんじゃないかなってところは切ったりとか。ねあそう自分で 今呼吸止まったぞとかそ,のそれはもう監督特権なんで、うんはい、あれい今大丈夫です <laughs> うそういったところで、まあ、僕はその、まあ、例えば重いとか暗いとかっていう、まあ、単純にねそういうところでだから何って、うん、思うんですよね僕はあの作品を作る上においてえじゃあ軽い楽しいハッピーみたいなのが 僕はちょっと作れないごめんでも好きなんだねっていうところで結構あってツ土プロという団体がなかなかまあちょっとこう尖ったところに言いがちなところもあったりしてあんまりそのエンターテインメントっていうところになかなかうーんエンターテインメントって何だろうって思うのね。であのまあちょっとあとでまた聞くけどさっきの話ねあのそのエンターテインメントというところにおいてはあのやっぱり見たことのないようなものとか あの本当に面白いものなんだっていうところであの作品をまあ作っていきたいっていうふうには常々考えててその結果たまたま重かったりとかまあそういうこともあったりするのね暗いとかでもそういうところで天野さん的にはえどう思いますか作品っていうのは、はい、<laughs> そういうはい,思い単純にこれ重いとかそういうところで見るとどう映りますこの作品、はい。あ でも私もやっぱりその感想でいただいた時に「はああっときた」とか「思い」っていうワードはやっぱり結構言われることがあるんですけどそれが全くマイナスとかは全く思ってないんですしそれを伝えてくれた方も別にマイナスとして言ってないっていう感覚はあってそうあの別に多分思いも 重い,っていう、まあ、すごい定義が曖昧っちゃあいまいちゃなんですけど<か>まあ <laughs> 多分それを見終わった後の自分のなんていうんですかね自分にの世界が少し、うん、なんかこうちょっと影響をこうぐっと受けてこのあといっ 家帰って考えようとか、なんか、なんていうんですかね。だいぶ間使ったね。いや、いい、今だった。いや、いいよ、いいよ。でも、そういうこと、でも、多分、今、僕らが話した、その、いや、ネガティブな意味じゃなくて。とかって、感想としてっていう言葉、僕ら言っちゃったんだけど。それって、それが、多分、土屋さんの聞きたい答えなんだなと思ったのは、確かに、そういうのを。嫌う傾向はありますよね。っていう、でも、だから、僕ら。 の答えとしては重くていいということになるってことが土屋さんのその質問に対するアンサーかなて今ふと思いましたね。でもやっぱそのくらいでも正直ライトなものに見慣れちゃってるのが多分今の状もなんでショートでね楽しむにはやっぱポン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 何かが進んでいった方がいいし。 で作品も変な話夜あ疲れたって帰ってきてじゃあヘビーな作品を見たいですかって言うとそうじゃないって人もとそれは多いと思いますしんえー、今カンペが出まして <laughs>、えー、ちなみになんですけどこの中でカンペを見慣れてる人いないんですよ <laughs> <laughs>、ね、<laughs> テ,テレビテレビのねえっとそのまま読ませていただきます、えー、暗い世の中だからこそ二人のつながりに希望を感じました すごいいい。うん、なんでしょうねでもごめんなさい僕自身がやっぱりその面白いって感じてしまうのが、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけどもやっぱり土壇場の状況とかギリギリな状況とか、まあ、そういう本当に、まあ、すごい極論を言ってしまえばそれがまあ戦場だったりすると思うんですけども。うん そういう状況にまあ置かれた人間たちが次に起こす行動とか次に発する言葉、うん、そこに僕はすごいあの、まあ、これは変態チックな話で <laughs> んなですけどとても興味があるんですよね。次この人何が出てくる、うん、そこにその面白さっていうところをやっぱり探していくとうんやっぱり今まで土プロでやってきた作品というのはどう,どうしてもそういうところにあって。 あのー、そこの面白さやっぱり人間ドラマをいつも、えー、探して、まあ、それをお客様に提示した上でまで、あ、僕自身がもしそれで観客だったらもう圧倒されたいんですよねなんかさっき言った客席にもなんかこうへばりついてなんか立てないみたいなでなんかよいしょって帰ろうみたいな帰ろうってなって。 でボディーブローのようにそれがなんかずっとその書いてる道すがらなんか抱えて翌日も何だったんだろうあれみたいなそういう作品まあすごい言葉がまたちょっとあれなんですけどもんやっぱり作る作品としてはちょっとこう本当に毒にも薬にもならないような作品っていうのはまあ作りたくなくて悪評だとしても。 まあそれが毒だとしても何らかの影響がお客さんに与えられるような作品っていうのはやっぱり僕は作りたいし僕はそれが見たいと常々思ってますすみません僕自分語りだったんですけどでもなんかその土壇場でその人がどうするかっていうのが面白いっていうのはすごい分かりますしうかね <laughs> う本当に何かを生み出す時って絶対マイナスからだと思ってるんです私は。ははい、はい なんか自分がすごくショックなことがあって落ち込んだ時にじゃあこっからどうしようと思って始めたことが今につながってたりとかまあ何,でも何でもつながるとは思うんですけどなんか作品とかもこう何か悲しいこととかその人にとってすごくどん底だったところから何くそって言って生まれるものがもうそういうものだなって思って。 いてて何かが生まれる時って、うん、だからあのなんかそれってすごく自然っていうかなんかそうですねそのことが未来で何かにこう未来がどうなるかでその過去って変わるし。うん わかかりますかんなその状態があるからこそのステップアップがあって、うん、だからターニングポイントだよねそういう瞬間、うん、瞬間って今回の作品でいうと、うん、あの主人公の赤井に関してはあまり決断をし,てしないでそう、ね、中途半端な状態で生きているっていうのはなんか僕はすごくそれは。 思ってだからそういう意味だとどん底っていうものをどん底として表現するかどうかっていうのは結構悩むところではあったんですけどうん、うん、でもそれはその題材としてはそのお客さんが見てそれがどん底と捉えるのか、うん、何なのかっていうのはそれはだから土屋さんの,その見たいものっていうのの意地悪さを感じましたねその本を、うん、見た時に <laughs> <laughs> 何だろうこの人は。 何をやらせたいだからねそう,そう,そう本当にさギリギリのところで人の,その建て前と本音ってやっぱりそこの置かれた状況でやっぱり一番出るじゃん、うんうん、あ信じられたとかあやっぱそういう人だったねとか <laughs> そういうなんかのが面白かったりするわけじゃん。うん、なんかそんな綺麗事だけじゃない嘘つきなさやっぱり人間もそんな綺麗だけな立場の面だけを見せてるわけじゃないしさそれがこの作品にはなんかいろいろ俺は 含まれててるなってすごい思うのね登場人物たちはそれぞれのなんかエゴとか優越感とか、まあ、本当に対して正義とかもあったりするんだけどそれぞれの絵正義みたいな,、うんうん、なんかそれがなんかこう相関図的にもとても面白いしなんか一癖二癖も本当にある人たちの中でみ桜ちゃんのみ桜 <laughs> ち,ち,ちゃんが中心になって。 でそんな大人たちにこう引っ張られていくというっていうことでいいよね。やっぱすごいですよね。彼女はやっぱこういうまあ悪の強い人間がいる中でやっぱセンターにどんとなんかいる佇まいを持っている女優さんなんでなんかそういうもうどっかからやっぱ編集もねなんか彼女の目を通した何かみたいなそういうのをなってみたりとかなんかいろいろそういう視界のある女優さんでしたね。 一旦これを空気を変えまして、えーえー、天室さんこれちょっと説明してもらっていいですか？コーナーコーナーが変わります。コーナー変わります。ーーます <laughs> カジュアルにやってみようかなと思って、はい、まあ質問をいただいて、それに対してまああのそれぞれアンサーを書いて、うんはあ、ドーンと出していくっていう。 もうちょっとやってみようと。してみようかなと。はいはいわかりました。やりましょうはい。やってみましょう。自分の出ていないシーンで一番好きなシーンはどこ。ありがとうございます。はい自分の出ていない自分の出ていないシーンで自分の好きなところ好きなシーン。っていううかも出しますか。はい。アカイトクルスの大乱闘。はい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 。 っ、はいえー、と一郎さん演じる赤井と津田さん演じる来栖という,、まあ、もういがみ合っている相性の悪い2人が初めてこう2人の本心をさらけ出してぶつかり合うというところが、まあ、2人の取っ組み合いで表されているというその取っ組み合いを演出的にこうアクションでしたのは。はい、私でで、えー、ですね偽ですねいやでも まあ自分がかか、まあ、アクションで関わらせていただいたというのはもちろんあるんですけどやっぱりあのシーンを死者とか初めて見た時にすごく、うん、うわあいいシーンって思ってそれは本当にお二人のお芝居が私が私はアクションをつけただけでそれを2人がその2人のシーンとしてこうすごくもう2人の熱を感じるぶつかり合いにしてくださったそれがもう その時のことも思い出してそのシーンも巣立つひな鳥を見つめるような<笑><笑>そうですね <laughs> でもねすごいなんかあの僕そのアクションアクションしないようにいろいろ調整してくれたりとかしてすごくその頼りがいのある技道だったんで本当にこっちもやりやすくて <laughs> あ,ありがとうございます、うん、あれ何回ぐらい撮ったんですかあれ結局何回回回でもそんな低下されてない 2> 2回か2回 分多,多分テストを含めて2回3回くらい各カ,カットやって、えーうん、あとはもう成りに行くしかないねもうセリフの,あのタイミングとか生もう本当にその場その場だよねそうですねも<う>すげえ生っぽかったもんね当たり前だけど、うん、でそれを、ね、また僕ら多分フレームちょっと出そうになった時に斎藤さんがちょっとキャッてこううまくやってくれたりとかして <laughs> 非常に助かりましたね 津田さんもめっちゃいい顔してました。ね怖かった。何回か当たったしね。でも、その、そういう後とかに、また一服してるよかったね。あの、一郎と、えっと、津田さんと俺、喫煙者だから、タバコ吸いながら、なんかね。そういう時がとても、良かった。なんか、いろんな思い出が。ありますね。体育祭の思い出みたいな。感じがありますね。はい、じゃ、あ俺。 はいはい僕じゃんあのすごいあのー、まああのねすごいあれなんですけど大々的なところではないんですけどこの木下さんの僕芝居が結構好きで<ー>あのほぼねあのちょい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 まあ同じねあの刑事役なんで<え>、えー、彼女も木下き木下でやってます、ね、そうですよね、うん、あの役名も木下あの本名もまあ木下なんですけども まあ彼女は助監督をやりながらこの大変な現場を回しつつ役者としても参加してたんですけどもまああのもう今動画でも流れてるんですけども僕あのシーンすごい大好きでなんかねだめなあのこのイチローとかその津田さんのいる一家か一家の部署の人たちでまあそこにいる天野さんも刑事としてそこにいるんですけどもなんかこうこうこういう人ほんといるなみたいなのを一瞬で結構分からせてくれる俳優さんってすごい好きで。 なんかあのいつ見てもあそこは僕は一人ニヤニヤしてるんですけね動きの挙動の何かまでにそのんつうかだめがにじみ出てるというかうまいって言って彼女喜ぶか分かんないけど、うん、うまいですよねその、うん、すごい声の出し方も、はい、俺知ってるんですよずっとなんかこっちがカメラ組んでる時に向こうで「あはい」 はいって聞こえてセリフが一言なんですよそうだったんだなんかちょっとあでもないこうでもないみたいななんか試行錯誤してる音が聞こえて嘘っつってでちょっと話ずれるけどあのあれですね宿であの津田さんたちと一緒に泊まってたけどなんか僕津田さんからあの宿からなんかセリフ回す声が聞こえてくるんだよねっていうあはい天ンさんもねやってましたね真面目なその壁 結構、うん、そんな私大声出してたつもりないんですけど自分の部屋で一言のセリフを、うん、一番最初に言うセリフを <laughs> ずっと言ってて <laughs> それ、戸田さんに聞かれてて <laughs> 恥長期ロケあるあるのね泊ま,まりロケあるあるの、はい、もう記憶ないよあの<笑><笑>宿の記憶が <laughs> 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 でもそんなことねそういうふうな役者さんたちに支えられて、ねはい、やってますけども。はい あ、で私で私すね。はい、僕はでですすね、ね。これです、ね、ちょ天野さんのデカ部屋でのワンショットがあってあ多分、方式の多分スチールのーそう、そう、見てる絵があるんですけど、はい、僕、あの、結構、編集で,でそこだけ抜いてるシーンがあって一箇所そのただ目線を送るだけなんですけどうん、うん、あの、これいるって聞かれて俺は、いりますって最後まで。 残残して、うん、残してったやつなんですよす僕あの目線のがとても好きだし、うん、どうしても入れたかった絵でした、うん、素敵でした<か>めっちゃ伺ってる感あるよね、うん、なんかどうしても入れたかったんです <laughs> るそのある3人3ショットなんですけどそんな中であ,のあるその僕とクルスの会話をちょっと第三者が聞いている状態を作りたくってそこで。 やっぱそこでお芝居をしてもらわないことにはそこのシーンが俺は絶対なんか埋まらないと思ったんでただ見てくれとそして視線を戻してくれただそれだけなんですけどそれになんか僕はすごい感情が乗ってるような感じがして僕はすごいそこが好きだし。俺が 編集で残ししたたんだぜといいいうのを声大をにして言ね。<laughs> でやっぱああいうリアクションでその状況ってね、うん、そうなんですよね周りが作っていくものなので、うん、その作品ってだから、うん、あ,のある種僕はあの刑事部屋にいたエキストラの方、うん、エキストラの俳優さんもちょっと抜きを取ったりとかはしてたんですけどそういうのも含,含めてねなんか映画ってその全員で作るもんだなっていうのをなんとなくお<ー>お思う。

<laughs> ありがとうございます。<laughs> 本日そう、はい、10月17日これを収録しているのが10月17日なんですけど私の誕生日でございまして、はいえー、一応座った方が多分画角的にはいいかと思うので <laughs>、えー、誕生日でまさかこんなサプライズが用意されてるとは。<laughs> ありがとうございます。グループグループラインでやるって流れてきました。<え> <laughs> 言うんだと思いました。言うんだ。<laughs> 俺いるんだけど。<laughs> あのー、隠す試合がちょっと大変だから、あのごめん先に行った方がういいと思って。<laughs> なるほど。すみません。一応あのね、これあの劇場法もありますんで、はい、火は一応ついてますよ。あ、じゃああ消さなきゃダメですね。すねはい、どうぞ。暑。暑。<laughs> <laughs> 聞けましたねやべえなこれ心配になっちゃいますねこれの165倍くらいのなんかやってますんでどういうことありがとうございます今日は久保さんの誕生日でもありました時間も時間なんで最後にじゃちょっと締めようはい えー、本日はありがとうございました。えー、11月1日からですね、えー、1週間、えー、下北駅前シネマ K2 で、えー、上映しております。えー、ぜひ映画体験劇場でされてください、えー。とても素敵な映画です。よろしくお願いします。ここまで見ていただきありがとうございました。 映画アーバンクロー11月1日金曜日から11月7日木曜日まで下北駅前シネマ K2 で上映しております上映しますぜひ見に来てください舞台挨拶もありますしこの T シャツなども販売しておりますのでぜひぜひ見に来ていただいてお会いできれば嬉しいです映画アーバンクローが11月1日から7日下北駅前シネマ K2 さんにて上映されますこのメンバーが バっております。で現場にもあ劇場にも、えー、いると思いますので、ぜひ皆さん、えー、見に来てください。お待ちしております。今日はありがとうございました。した本日も、えー、満席になりました。この一週間あのー、本当に95%以上の観客動員率ということで、えー、おかげさまで皆様の口コミ等でですね、観客の皆様増えております。 この後は、えー、東京を離りまして、まあ、あのー、大阪、富山、えー、いろいろ動いてきます。で来年ももしこの作品があのであれば、東京で再上映ということも考えておりますので、その際には皆様の本当にお言葉にお力が進んでおりますので、ぜひぜひまた、お会いがあれば終わりにお願いいたします。言いたいことあんなら言えろ遠駒にこそこそしてんじよ誠にありがとうございました。ありがとうございました。